京都縦貫道が事故に伴うレッカー作業のため一部通行止めになっています。京都縦貫道は大山崎方面に向かう上り線の志野インターと大原のインターの間が事故に伴うレッカー作業のため先ほど0時50分から通行止めになっています。中国道は大規模な工事のため上下線の吹田ジャンクションと中国池田インターの間が通行止めになっています。阪神高速3号神戸線は大阪方面に向かう東行きが真谷で7キロ西行きは京橋で5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。大阪府内の国道1号線は京都方面に向かう北行きの森口市里中町交差点で乗用車2台の事故のため左側の1車線が規制されていて阪神高速森口線に伸びておよそ2キロ渋滞しています。以上ジャティックの伊藤でした。